こんにちは、ニューです。そこでね、12月のアップデートでですね、まあ、無効貫通とか、キラガナ強化入るよって話だったんだけど、さらに加えてね、L 字十字も強化入ります。こんな感じですね。はい。L 字が 1.7 倍から 2.2 倍、十字が 2.5 倍から3倍になります。いや、これ結構大きな強化やな。はい。まあ、ロイヤルオークとか、まあ、あと、ハンギョドンとか、まあ、どうせ使わないと思うけど、あと、ミラボリアスとかね、あの辺の L 字キャラが輝くかもしれないし、シンプルにまあ、L 字が 1.7 倍から 2.2 倍になるのは、まあ、かなり強くなったと思います。ただし、L 字がね、3個以上持ってるキャラに関しては、そこの辺のね、能力調整、まあ、いい感じにするよって書いてあったから、まあ、今のままの覚醒のままじゃないんだけど、まあでもね、火力覚醒上がってるかなと思います。そしてね、地味に嬉しいね、十字ね。最近十字でね、暗闇目覚めとか返すこと多いからね、これ勝手に3倍になってくれたらね、普通に嬉しいよねって感じになってます。はい。ということでね、以上です。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。あとね、L 字十字強化で強くそんなやつ。まあ、よかったらね、コメント欄にお願いします。じゃあね、バイバーイ。